こちらもスワンです。では有馬記念を見ていきたいと思います。わあ、ちょっと楽しみですね、ちょっとドキドキすぎて寝れなくて結局起きちゃいましたね。今有馬記念が終わって、動画がアップされて10分のところで見ますので、かなりタイムラグはないはずですね。ウィンマリニンはどこまで頑張れたんでしょうか。はい、じゃあ行きます。はっ、出遅れんなよ。おっ、スタゾーンアース超スタート出た。これやもん、ルメール怖いわ。もう逃げとるやんこれやもん、ルメール。あー、スターズかな、これ。これはスターズかな。スタートこんな決めるか。マリリンはマリリン割と前だな、多分。ちょっと待ってよ、ちょっと待って。スルーセブンシーズがちょっと怒り気味から、いけそう、エキシュ。若干馬は元気よ、多分。マリリンどこだ。あ、マリリン馬込みです。モリス騎手真ん中入ってます。あ、スルーセブンシーズの1等分内だね。60秒4ってことはもう2番手スターズ61。これ超スローっすね、もうこの G1 ってこと考えたら。いや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 、これはでもタイトルホルダー話してるけど、スターズが2番手やからな。もうルメール騎手潰しに行くと思うよ。シャフリアール結構怖い手応えしてんな、正直言って。でもマリリンこれ結構いいじゃん、62ぐらいやで。え、もうディープボンドこの位置は、もうなんでブリンカーつけてこの位置かよ。これタイトルホルダーこのまんま1対1の可能性もあるよね。もう彼が本気出したらそれぐらいの実力はあるもんね。おお、どれが勝つかマジわかんねえ。わあ、これタイトル。お、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ待って。これもうタイトル。これさせんのか、こんなん。もうタイトルちゃうか、これ。もう、無理ちゃう。あ、ウィンマリに結構いいとこ出したぞ。マリにいいとこ出したぞ。どうです?来てる!これ、届くだろ!ユタ隠し、これ届くだろ!届くだろ、ユタ隠し、これ。ほーら!でも、うちから、ほら!いや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 、これだもん、これだもん、これだもん。ダービーは復活。俺は全然馬券外したが、これは熱いよ。自信あったんだろうな。うわー、熱い。これうちは、これはスターズ。そうだろう。ふう、マリリン、マリリンね、7着はいい、いいよ。で、見ろ、14番人気で7着だ、ダブルだ、全然問題ないよ。引退レースとして恥ずかしくない競馬したよ。4コーナーで回りきった時、ちょっと手応え的にもっと掲示板あるかと思ったもん。ふぅー、いやー、あ、でもファンもやっぱ見抜いてるんすね。2番人気やっぱそうなんだね。やっぱパドックの雰囲気とかそういうのもあるだろうし、ファンは見抜いてるんですね。あー。で、ジャスティン・パレス、横浜拓司、これ、こういうとこだぞ、本当に。なんていうか、彼の騎乗がちょっと悪かったかどうか、なんていうか、納得のいく騎乗だったかどうか、ちょっともう一回見なきゃわかんないけど、これね、結局さ、ソウルオーディエンス乗ろうが、ジャスティン乗ろうが、後ろからでさ、突っ込んでくる競馬でしょう。それだと一番人気でその競馬したらファンは納得しないのよ、馬主も。と、俺はちょっともう一回見直すけど、くぅ、いい競馬でしたね。いや、ちょっとまだちょっと興奮が、ちょっと収まらないですね。ダービー馬復活か。どこ行ったタステイラ、6着か。そうですか。プラス18期か。ちょっと重いかな。でも、あ、でもほら、形としてはダービーバードーデュースがね、1着で、先輩が5着で、今年のダービーバーが6着って形で、先輩たちが今年のダービーバーにね、タスティアイラに、まだまだ甘えぞ小僧っていう、そういう図式になりましたね。ただ、タスティアイラとしては、皐月賞馬のソウルオーディエンスには、ダービーでも、菊花賞でも、有馬記念でも先着してるんで、これは、客室的な問題もあるけど、僕はタスティエーラとソウルオーディエンスは半分番付済んだような気がしますね。
ソウルオリエンスは今のまんまの競馬じゃ多分タスティエーラはちょっとオーバーテイクできない気がしますね。あ、自在性の問題もあるしね。いやー、あ、スターズ7番人気だったんだ。落としたは枠でしょ。みんなやっぱそうだよね。だから スタートさ、フライングみたいなスタートしてさ、うわールメール出たーと思ったのは僕だけじゃないよね。もう名士が素晴らしい競馬してくれたね。まずあともう一つ、横山和夫騎手はね、腹くくったいい競馬してくれたっすね。めっちゃいい競馬してくれた彼は。ああ、今ほんと横山和夫武史だったら和夫騎手の方が、ああ、どっちかっていうとファンが納得する競馬してくれるような気がするっすね。ああ、豊騎手は、いやーこれで、いやオーナーこれでもう一回凱旋門賞来年とか本当絶対言わないでくださいよ。もうやめてほしいですね、そういうことは。あの夢があるのはわかるけど、凱旋門賞とかじゃなくてどうしても外国遠征したいんだったらアメリカ来てください。はいね、スターズ結局また2着なのか。このままちょっとシルバーコレクターに、シルバーブロンズコレクターになりつつあるな。でもいい馬だな、この馬バックやっぱ好きですね。いい馬だなこの馬。いやー勝ったと思ったけどね、スターズね。ダービー馬の大掛けにあったっすね。あ、オークス馬とダービー馬のワンツーなんだ。これはこれでね、やっぱかっこいい終わりですね。クラシックホースが頂点をしのぐ、しのぐ、頂点を争ってしのぎを削るのは最高っすね。そしてまあ3着のタイトルホルダーも菊花賞馬だから、クラシックホースは伊達じゃないんだってところを見せてくれてよかった。あの僕ちょっと最近ちょっとね、あの自分の中で気持ち整理してみてね、なんでイクイノックスに対してあんなにこうなんか盾ついてたんだろうとか、そう彼に対する反抗心みたいなどっから来てたんだろうと思ったら、菊花賞行かなかったことじゃないかなって僕は今そう自分で思う。勝てるだけのポテンシャルがありながら、あるいは距離が長くてもなんでもチャレンジしてほしかったね。クラシックっていうレースをもうちょっとその重要視してほしかったな、馬主サイドには。でこうやってダービーバー、オークスバー、菊花賞バーが有馬記念でワンツースリーね。でジャスティンパルスは天皇賞春かで、5着がダービーバー。まあジャスティンは菊花賞が2着なんだよね。だからちゃんとクラシックで活躍した馬、あ菊花賞3着か、でもあの出走していますので、1,2,3,4,5,6,7,8,9 までが、ボバとキンバのクラシックでしのぎを削り合った連中が9着まで占めていると。いやー、いい有馬記念だったっすねちょっとねこれは俺今から寝ろって言われて無理だと思う。これはもう寝れないので、もう一回この後全周パトロールを見て、開口動画っていうのは別で出したいと思います。はい、ちょっとねあのコーヒーを飲んであの気持ち落ち着けてから、とりあえずこの動画は今マッハで上げようと思いますので、皆さんのね興奮をそのままコメント欄にこうぶつけていただければ、とっとどーでもいいし、自分が応援していた馬のね渾身の走りに、まあそのまあ、高ぶった気持ちをコメント欄でいただければですね、ぜひそういうの、まあ、僕も汲み取っていきたいと思います。あともう一つだけ、今日ね結局ずっと寝れなくて、ずっともうね昨日のレースと今日のレースとずっと1レースから全部見てたんだけど、今日はムルザバエフ騎手もさ、ムーア騎手もさ、冴えるね。これ1着2着に来てるその勝ち負けしてる馬たちが、まあ、全部が外国人ジョッキーとは言わないんだけども、あの1レースで内パクジョッキーがあのすげえいい騎乗してた、あの若手の原祐介騎手に抜かせないよ小僧みたいなね、めちゃめちゃかっこいい競馬をしてた1レースのスコーピオンで、今日はやっぱり競馬開催自体がプレミアムだから、もう朝の一発のおはよう競馬から激アツな競馬が展開されていて、この3レースなんかも本当に1着のキングプレス、キングズプレス、ルメール騎手、2着が1番人気カリーシー、横山武史騎手、完全にルメール騎手に目標にされる競馬、それは彼の競馬が悪かったとは思わない。あの横綱競馬、1番人気の競馬したけど狙われるんだよね。そういうところの駆け引きもすげえ面白くてさ、リアレスト対マイネルオーシャンのこのムルビー対三浦康生騎手のこのがっつり 300m の戦い合いも、ほんと午前中の競馬から激アツで、これは今日朝から競馬やってた人ってめちゃめちゃ楽しかったんじゃないですか。本当に今日はジョッキーマジで全員レベル高くて、競馬レベル高くて
もうこれぞプレミアム開催で、滑るすげえいい競馬だった。アニマ記念も込みでね、最後まだもう1レース残ってるけど、ということでちょっと興奮冷めやらぬモスマンからでしたね。開講動画いきますので、よかったらそちらもご覧ください。一旦切ります。